に鶏肉、鶏のトマト煮です。こんばんは。なんか私感極まっちゃいました。今日も今日とてストリート、そうかな、楽しかった。はん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 。うんうん。じゃあちょっとみんなの感想をください。コメント見たい。みんなの感想を。楽しすぎです。うわ嬉しい。みんなのことめっちゃ見つけた。ファンの方、私のファンのこと全員見つけた気がする。もうサイリウムすごい分かりやすくて、ちゃんと見つけましたよ。みんなサイトマコーン、お疲れ様でした。え、一番いい都合だったって。マジ素早い動き。ユナコが、あ、わかんない、ユナコいなかった。そう、君どこで私仁王立ち。サイリウムありがとう。見えたの。新潟のお米だ。あ、すいません、ツアーの感想聞いてたわ。コンサート楽しかったです、ありがとう。ツアーお疲れ様でした。太鼓師匠お疲れ様でした。そうなの、ありがとう、びっくり。ね、嬉しい。私しか見えなかったって嬉しい。ね、そうだよ。あのね、あの4本持ってくださる方でさ、あのこっち2本、私こっち2本、誰かは、それは甘えですよ皆さん。その4本はね、甘えの4本。ね、嬉しいけどね、その中に私がいるの。甘えてる人いるんじゃないの。
こんばんは。甘えてた。メッセージカードかえりちゃんじゃなかった。そんなこともある。でも嬉しいよ、そうやって思ってくれて。うん、見えたよ、うちはもう、もう全てが見えました。この世の、この世の全ての赤々とうちわが見えました。ありがとう、楽しかった。うん、今日の会場見やすかった、見やすかった。え、やっぱり見やすかった。ファンの方が見やすいってことは私たちも見やすいから。わかる、二階席でもちゃんと見えた。うん、リリアン、リリアン最高。うん、はい、じゃあ食後のデザート。なんかこれ朝ごはんに買ったんですけどね、なんか冷蔵庫が見当たらなかったから食べる。あった、あった。スプーンがないかと思った。ありました、スプーン発見。いただきます。食べ過ぎかな。まあまあまあ、でも悪くなっちゃったら元も子もないですね。うん、うん、なんかこれ美味しい。じゃあちょっとみんなに今日の差し入れを紹介したいと思います。まずはこちら、ごぼうせん。あ、冷房つけよう。ちょっと、あ、でも冷房のつけ方わからない。ちょっと待って、えん、空調の風調スイッチは机の側面に、あ、ここね、ここにあるって。はいはいはい、はい、まずこれ、ごぼうせん。え、なにこれ、どら焼きかな。黒松、さつき黒松。はい、渋い。やばい、お昼ご飯入ってた。偏ってた。
コールスローサラダ、これはちょっと食べなきゃ、これもう冷蔵庫ないから食べなきゃ。じゃん、かわいいパンダバタークッキー、そのままかわいいですね。これあとはちょっと待って、あ熱い、どら焼きだった今の。なん、これは何だろう、コキラージュ焼き菓子、マドレーヌかな。世田谷区で作られてるんだって。はい、都会のお菓子ありがとうございます。トリックオアトリート、あハロウィンだ。これとハッピーハロウィンと、やばい、なんかちょっと潰れちゃったけど、要冷蔵、やばい、早く食べます。そしてこれはなんだろうな、フィナンシェ焼き菓子、これも焼き菓子です。そしてこれもう美味しそう、なんかシャインマスカットのなんか包み菓子みたいなのと、これパンダのと、あれでボロボロになっちゃった。やったー、まずちょっと優先順位高めのやつから、保存できないものからいきますね。待って、エアコン、エアコンってどうすればいいん、エアコンちょっとミドルにしました。はい、うん、ボロボロ、そう、まずこれだよね、これをまず食べて、これを食べようかな。あとコールスロイスのサラダも食べなきゃいけない。ねえ、これさ保存できないよね。胃袋にしま、あやばい、今日いっぱい食べるね。ボリュームもある。そう、とりあえずコールスロイスを食べなきゃ。君はもう保存できないんだ。しかも待って、スプーンで食べるの。今さヨーグルトと両方分けててちょっと大変なことになってる。うん、お洋服にこぼさないでね。なんでですか、混ぜる。うん、そうなの。この前もね、夕飯飲み物は、はい、緑茶。山梨だって。うん、ひなちゃんにね飲むように言われたので飲んでいきます。お疲れ、ありがとう。今すぐ会いたい人がいる。うん、花束ありがとう。背筋よくしたい。ちょっと、まあみんなから離れちゃうけど。
よっこらしょ、よっこいしょ。遠くなった。うん、この大根ね。すると見せかけておいて、匂いずっと匂い立ち。ヨーグルト。こんばんは。よかったよ。コメント読めるのすごい。でもちょっと漢字は分かんない。ヨーグルト美味しい。なんかお昼公演は母が来てくれて、私のお母さん全公演来てくれてる。全部の場所、新潟も渋谷も埼玉も。嬉しい。ファンの方だ。距離感じる？うん。夜にヨーグルト良さそうだってね。朝ごはん、朝ごはん前借りした。うん。自分が産んだ子。確かに。朝ごはんどうするの？これがあります。いただいたクッキー。そう、お母さんはちゃんと自分でお支払いして来てくれてる。爪が大丈夫です。ひび入っちゃった。大丈夫じゃないです。亀裂が。亀裂山。ちょっとリリストさんに埼玉に。なんか爪って途中で治ったりしないのかな。なんかねえ、修復してほしい。伸びはするけどさ、もう修復もしてほしい。どうなの、爪ってなんか避けてってもなんか爪同士くっついたりするのかな。そんなんはない。今日の昼に行きました、ありがとう。あ、ほんとトップコート塗るといいって分かった。
ふむふむふむ、暑いね。今日はどうしようかな。ちょっとまあ、あの昨日からの2公演で明日も実は公演というね、そうありがたいことにね忙しくさせていただいてるので、今日は11時ちょぐらいにまでにしようかな。はい、ふふん、たん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 、まつげパッチリパッチリ結婚して、台本なんかね来たけど読んでない、まだ読んでません。ちょっと待って、綿棒であのカラコン取らなきゃ、綿棒探してくる。あるのかな、なさそう、なさそうだにゃ。どうしようかな。ないんだよね、私も。では仕方がない。ありがとうありがとう、ありがとう。そう、読まなくていい台本、やばい。備え付け綿棒なかったから、ツアー仕事で行けなかった、しょうがないよね。そう、綿棒ないから取れないんです綿棒しか勝たない。確かに誰かしらメンバー持ってそうだけど、なんか申し訳ないよ。申し訳ないね。逃げとるか。待ってね。一応探すけどないね。なんだか耳が痒くなって、ツアーの盛り上がりで。フロントでもらう、ちょっと待って、なんかちょっとさ、もう歩けない新潟NGT48 がね、もうじゃ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 んじゃんじゃんじゃららじゃ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 んじゃじゃじゃんじゃじゃじゃんじゃんじゃじゃん。ハートハートありがとう、ケーキありがとう。んー、なかった気がする。じゃんじゃじゃじゃんじゃんじゃじゃじゃんじゃんじゃ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 ん。ちょっとここで踊っちゃおうかな。何にも見えなかった。ダメだね。だんだん橋渡ってネクスト21。なんか公演終わって、昼公演終わって、もうメイク直して髪の毛直してお水飲んでて、なんかツイッター開いたらもう手出し撮影みたいな、もう始まるのって感じです。
同じ手を手を取るのを踊り始めるのが、こんばんは。そう、え、なんかでも本当にあの一息つく前にというか、こう息をしようとしたら、息を吸って吐くをしようとしてたら、取って出しって言ったらもうウィ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 っていう感じです。うーん、埼玉、え、どうなんだろう今。ちょっと天気すらも気にしてないっていう。あ、でも外は暗かったですかね。そうなの、あの昼公演は、昼公演のアンコールはソフトサーブ何かがいるマックス時315号だったんですけど、夜公演はソフトサーブ、NGT48 とマックス時315号っていうだったねって。そうなの、誰もありがとう、ハトありがとうございます。夜に急に変わって驚いた。まあでも変わったと言ってもね、まあ変わったね。そう、なんか撮影タイムでちょっとなんか別のね感じの動画撮ってほしいなっていう気持ちかららしいです。そうそうらしいよ。そのご意向は伝わったら嬉しいです。昼公演あと1時間早ければ楽だったね。聞いてください、私昼公演ずっとね12時半からだと思って、でもなんかみんな全然メイク終わらないし、私も終わらないし、え、本当に日野じゃないけどチンタラしてんじゃねえよって思ったら14時半でしただよねって。なんか集合時間的にもねちょっと怪しいぞって思った。よかった。それで夜公演が18時半だった、だから多分昼公演が12時半とかだったら、そう2時間ぐらいであったけど、でもなんかそうなんか絶妙に間空くよりもこう盛り上がったあとそのまままたオープニングの方が、頑張れるような気がするね。なんでだろう、え、公演公演劇場公演だと思ったのかな。こんばんは。そうそうそう、だってファンの方もさ絶対なんか夕ご飯食べてる最中に始まるみたいな感じでしたよね。撮影してましたってぜひ載せて。だから私的にはそう一息つかないぐらいがちょうど良かったです。パンコツな君、30分で食べたってすごい。昼飯食べる時間があったの私たち。え、あ、でもね食べた、始まる前にちょっと食べて、そうで昼夜の間にもちょっと食べて、で今ちょっと食べてみたいな。はい、今から食べて。松戸の次どこかね、だって予想してください。ちょっと待ってね、とりあえずコンタクトを取ろうかな私。すいません、ちょっと30秒だけここ留守に。30秒は無理だな。1分はかかりすぎ。45秒。じゃあ数えてて。ちょっと滋賀から来てくれたの、ありがとう。ありがとうね。いいですか、なんかじゃあ私の身代わり置いとく、ここに私の。これ私でしょこれ。これは私だ。よし、じゃあ
お待たせしました。これありがとうございます。できた、取れた。はい、うん、面白かったこの子。ありがとうございます。ちょっとね、私が魂吹き込んどいた。無事だよ。え、何分でした？遅かったかな。絶対にありえないミス。どうしよう、私この調子でメイク落としていいですかとか言い始めそう。言いません、さすがに。さすがにそれは言いませんけどね。やっぱ可愛い。え、うれ、ありがとう。うれうれうれ。僕はキュンとしてしまって怒れ。髪の毛ボサボサ。ねえ、ダメだよ。それはね、私一応常識あるのでダメです。そうだよ、だって配信ってメイクしたまま映りたいのに落とすってさ、なかなかだよね。それな。覆すって、わきまえてるよ。私もわきまえさせていただいてます。1日だって。よろしく、流通センター。29日もね、吉本アリアケ超シアター、ん、有楽町だ、有楽町って言っちゃう、有楽町シアターさんにて活弁をねさせていただくので、こちらもぜひ来てください。やば、有明町、有明町やばい。有楽町ダメ、私怒っときました。29日は有楽町、吉本有楽町シアター。今日の昼ありがとうございました。ありがとうございます。そして10月1日はツーショット会ということで、もう来週また東京に、今週かな、待って、ちょっと活弁の練習しないといけない。明日からしようね。明日から活弁の練習して、はるか村の台本も覚えて、ゆなこの卒業公演の練習もして、ななこさんの卒業公演の練習もして、頑張ろうね。自分に言い聞かせました。そうな、なんかね、活弁とか落語って己との戦いなんですよ。己なんです。うーん、実はかえりちゃん大変、なんかちょっと今内側が忙しいのでね、あの公演、卒業公演がね、そう結構に2つあって、私 NGT のスタンスではまあね、新しい楽曲を今まではやってたから、まあ新しい曲があるかは分からないし、今までのやつをもっと練習してるかは分からないけれども、そうなんです。活弁自体始めた、ありがとう。通称行きます。前回行けなかったから振り返りベジロロロロロ、リベンジしよう。
え、なんか違うの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 、あの違うんです、あら違うんです、え、なんていうのこうさ、いや内側っていうのよくないか、なんていうのグループのことで忙しい、いや当たり前だよね、なんかね、なんだろう、落ち着いて言うね、落ち着け落ち着け、ここはショールーム、え、なんて表すのか、なんて言うんですか、これはこの忙しさ、うちは、私はアイドル、なんだろう、そう、あ、わかった、公演が忙しいだわかりました、公演が忙しいでした、え、でも待って、今の NGT で公演が忙しいっていや、なんで声の練習が忙しいのかな、なんだろう、本業が、そうなの、解決した、練習が多かったんだ、下準備が、そうなの、そういうことなの、それを言えてればよかったんだ、副業できないよ、それな、副業しようとしてたのに、覚えることはたくさんある、だからなんかもう配信でそのうち振り入れ始めそう活弁も全部配信でやっちゃいそう、怖い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 、トゥ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 、バレてた、なんか昨日の番組で副業がなんか大体収入3万円から5万円ですみたいな言ってたの、それさ私さ唯一メモしたのなんかさ普通そういうのメモするのってそのコメントを残す時のメモとか、あ、こう何々さんが喋ってる、よし何々さんっていうの書こうみたいなのあるじゃん、私は3から5って書いたカッ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 カ、何、え、もしかして定点でありましたか定点ですか、欲しいよ、3万円でしょ、いやもう3万円あればさ私1ヶ月過ごせる、抜かれてた、あーやばい、ちょっともっと余裕な顔してればよかったかなやばい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 、そうだってさ週一の副業でさ3万円ってさ、そういいな、大きすぎる、私のファンの方の中にもちょっと始めちゃいたい人いるかもしれません、わかる、スタバいっぱい行けるよ、洋服もたくさん買えるよ、金額を書いてました、すいません、あの私もなんか多分人間なんですねうん、松井さん、え、何、なんか変なこと言った、変なこと言った、欲しいものはあるんです、やっぱりお洋服が欲しいとかメイク道具が欲しいとかなんとかこうとか、お洋服かな、おやすみが欲しいだって、かわいい、そうだよね、
そう、新しい iPhone もね買わなきゃ、ちょっと切り詰められるね、切り詰めなきゃね、ダメだね。 YouTube 副業、あーでもうん、そうね、 YouTube ね、 YouTube やりたいなと思うんですよね、ずっと思ってる。遅くなりました。そう、パソコンとか買わなきゃいけないよね。今日ありがとう、ありがとう。もう私のファンのことみんな丸見え丸見えでした。 iPhone は自由にしなくてもいいと思います。したい、やっぱりなんかさ、毎日肌身離さず持つものだから最新のが欲しい。超最新じゃなくてもいいから、やや最新とか、新しいパソコン欲しいよね。今ちょっともう足をね大解放してます。ちょっとあ、つらいつらいつらいそう、全然十分使えるの私 11 Pro Max、 十分に満足しているんですけれども、やっぱりさね、14がさ出るってなったらさ、欲しいってなっちゃうよね。でも最近私の配信横にも縦にもならない、いい子になった。誰かに映ったかな、もしかしてこれ。そうね、お仕事用だからね。壊れた、買えないと。うーん、こんばんは。ループするけど、はい、じゃあループの理由を教えてほしいですか。いや、ループするにもちゃんと理由があるの。もうね、この世の物事すべて理由があります。それはこちら、充電がないからです。ごめんなさい、すいません。あのね、なんか何パーですみたいなやつ、あれ出るたびにかループしちゃうんだよね。そう、簡単な理由、ごめんなさい。ツチは大丈夫なのかな。その 10% です、 20% ですっていうのがあかんの。明快な理由でした。バッテリーです。そうなの、ごめんね。そんなさ、そんな、なんかね、わーなんかよくわかんない警告のためにみんなの時間を奪っちゃってごめんなさい。タイムイズマネーだもんね。そんな3秒もみんなは無駄にしたくないよね。ごめん。あら、ありがとうございます。ノリノリやないかい。お風呂入ってくる、入りな。こんばんは。私は何時から始めたかちょっと分かる方いらっしゃりますでしょうか。何
感じからショールームした。おすすめ、ハト。半半ですか。じゃあ半までやろうかな。もう一公演できるよ。ここでなんか踊ろうと思ったんですけど、なんかさ、そう映らないの。サービスエリアの手前で私を下ろしてちょうだい。ねえ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 、今すぐさよなら。できないことって知ってる。それでもあ、わかんないわかんない。ねえねえねえ、耐えられない。どうせ終わりにするのなら早い方がいい。そんなの決まってるでしょ。それはなんとかコントかコントか、なんとかコントかコントか、なんとかなんとか変える。わかんないな。ちょっとだけね。なんちゃ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 ん、なんとか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 ならないし、なんちゃ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 ん、栄養としたってなんとか自然受胎。このままじゃ終われないよ。分かった、思い出し、おにょ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 。遊びに来たよ。あのあれならいけますよ。忘れたかった、忘れられなかった、君のことまだずっと好きでいると伝えたい。どうしようもないことってあるよね。ドゥン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 。ざっとに消えていた君によく似てる誰か、何百回くらい振り向いただろう。情けないことだって私の歌割りでした。それだけ素敵だったと開き直ろう。ほんの些細な踊りだ、その行き違いで僕たちの人生はこんなにそれてしまったのか。テララテラちゃん、愛したかった、愛し続けたかった、僕は思ってたのになぜ一人になったのかな。どこかで気づけばよかった。出るよ、のどと二人よく来た公園通り歩くと、なじょうもないくらいに切ない。はい、あ、そうです、これはなんといってもオリメンです。ねえ、オリメンってかっこいい、嬉しい。どうしようもないこと、オリメン。そう、三人歌ありね。ああ、そうですそうです、変わるんです。あとなんだろうね、切なそうな顔だって。あ、そうだよ、切ないやつ。オリメン。チクタクチクタク、知らぬ間に時計は刻んで、誰もいない。今
楽しかったなぁ。うん、セリューバありがとう。もうとにかくまあ今見て分かる通り楽しかったっていうことですかね。はい楽しかった。次は明日の公演、活弁、そしてツーショット、みんなよろしくね。はい、ご覧の通りです楽しかったどうかはご覧の通りです。楽しかったです。ちょっと埼玉ポーズしとこ。でもなんかまだ埼玉らしい何かはないんですよね。埼玉らしいことを何か、埼玉弁埼玉弁とかありますか。そう、埼玉弁うん、ないの？ありがとうだって。ありがとう。なんだろう、うん。埼玉丼？埼玉丼じゃない、ひな、埼玉弁。そっか。山田うどんに行こう。あ、待って、私昨日うどん食べたんですけど。うどん食べた。待って、それもしかしたら埼玉うどん、埼玉うどんじゃ、山田うどん埼玉、うどん食べた昨日、もしかしてあれはチェーン店じゃないのか。山田うどんかも。私が食べたのなんかお肉乗ってて、お肉と玉ねぎとわかめが乗ってるうどんでした。やったソウルフード、いつの間にか食べてたかもしれません。わかんない、特定不可。肉うどんって、あ、そう、肉うどんそれは別物、もしかして、もしかしてまたチェーン店に入っちゃった私まさかまさかの急展開、アウトブルーマ、ちょっと踊っちゃう今まで見たことない感じだった。へー、分かんない。で、皆さんにちょっとお願いなんですけど、今キャリーバッグ開けてもいいですかキャリーバッグ開けてもいい。キャリーバッグの中にお水、おみじゅうが入ってて、おみじゅう飲みたい。いいですか。すいません、すいません。あみんなの貴重な時間をこうやって、私がキャリーバッグなんて配信終わってから開けろよって感じだと思うんですけど。こうしよう。どこらしょ。
よし。満足しました。お茶も飲んで、お水も飲んで、こん、うん、タタ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 タ、この後わからないけどねえねえねえ、タタ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 、そんなの決まってるでしょ、タタタタタ、うんうんうん、この今の自然渋滞、ぜひぜひお切り取りください。これすればなんとかなる。指ぐるぐるの時のナラミンがえぐい。これてーてーいほうがいい。あはは、マナね、違う、もうそう、マックスの時にねいなくて、え、でもね全然大丈夫だよ、面白かったから、責めないでください。見て、よし、で30分になったので終えようかな。私ちょっと切り替えの速さで有名なのでみんなありがとう。なんかね、なんか音聞こえてきた、獅子おどしよし、ではランキングを見しますね。未完成のもりもりさん、ありがとうございます。佐藤美猫さん、ありがとうございます。西玉さん、ありがとうございます。和夫くんさん、ありがとうございます。ボンタカさん、ありがとうございます。ニルスさん、ありがとうございます。トンスケさん、ありがとうございます。スグさん、ありがとうございます。古川さん、ありがとうございます。ティダカンカンさん、ありがとうございます。埼玉のユウさん、ありがとうございます。タカシさん、ありがとうございます。そして第1位がピースのおっさんさん、ありがとうございました。ありがとう。というわけで、おやすみ、みんな。とにかくありがとうございました。明日もし朝起きてピンピンしてたら配信します。でもギリギリまで寝ちゃうかも。そしたら夜ですかね。うん、では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 、おやすみ、バイバイ。